コーディネーツ、井戸の値が無効です。信号川又関所が設置された上信号村と、市城の位置、新編武蔵風土機構。牧の199埼玉郡の位置信号、川又関所の位置信号川又関所は、武蔵国と下野国の間の利根川堤防上にあった、関所である。利根川を越して、日光へ通じる日光脇王館にある。現在の埼玉県側が、 羽生城信号、群馬県側が、大羅郡名和村に相当する。信号川又関所廃止後、跡地は、利根川改修により、家庭に位置する。川又関所費及び信号川又関所関連の、古文書である、川又関所関係古文書及び関係用具は、埼玉県の文化財に指定されている。信号川又関所は、江戸時代に、 武蔵区に埼玉郡上信号村とケア国オーラ軍、川又の間の利根川堤防上にあった関所である。現在の埼玉県側が、羽生市上信号、群馬県側が、オーラ郡名和村に相当する。中仙道熊谷から、新信、川又にて利根川を渡り、縦林、足利、日光への道筋にあり、利根川を越して、日光へ通じる日光脇王館、利根川筋では、 江戸から36里で、毎月6回の定期便があった。別所には、川又関所、別所管がある。関所の管理は、慶長15年、大河内近平、寛永19年に、お師範主、安倍忠明となった。文政6年、松平忠修行となり、明治2年に廃官となった。関番氏は四人であり、今橋元左衛門の、大藤太郎衛門、佐藤兵衛、 石川関西門の世に矢であった。お師範には、船奉行など役人が定められており、一方大官稲氏の管轄に川役がいた。新郷川又関所は、利根川筋の渡し場を拠点とした関所の一つで、元那二年、徳川家康の死後に、関東河川の停戦場に定めをきて書きが出された。利根川筋の停戦場を拠点とした関所には、某川旅中田関所、 金町松戸関所、小岩市川関所がありこれらは江戸幕府により管理されていたが、新郷川又関所は汚市藩主により管理されていた。新郷川又関所の検閲は、他の関所同様にいる鉄砲で女の検閲のほか、水上往来の監視が行われていた。現在、関所は明治2年に廃止された。関所跡地は、利根川改修に伴い川床となっている。 信号川又関所関連の文化財には、川又関跡,跡が記念物として、昭和36年9月1日に、川又関所関係古文書及び関係用具一括は、有形文化財として、昭和33年3月20日に、埼玉県指定文化財となった。利根川、江戸川筋の関所配置信号川又関所は、利根川の渡し場を拠点に築いたものであった。 おふれがき官方修正によると、幕府は、元那2年8月に、船戸氏を制定した。ト根川筋は、川又を含む16カ所の停船場を定め、停船場以外で、夜船通行を原則禁止とし、停船場の都船は女、鉄砲、不審者の通行に厳しい制限を加えたという下流に、あったト根川の棒川旅場上に置かれた棒、川旅中田石所、 水戸街道の江戸川の渡し場に置かれた金町、松戸関所、その下流の小岩市川関所と同様にその通貨を取り締まった。某川旅中田、金町松戸、小岩市川を管理したのは幕府で大館稲市の支配に属していたが、新郷川又は、お師範主安部氏であった。新郷川又関所は、日光社産の時に、尾張、木、水戸の、 ご三夜が往来する関所であった。諸国五関所書き付けによると、金町松戸関所は、某川旅中田関所、小岩市川関所、小仏関石所石、新郷川又関所に、並び重要な関所とされている。諸国五関所書き付けこの印礼重機五関所この、印景気五関所武州葛飾軍0一坊川旅中田五両0一金町松戸五両0一 小岩市川道道玉郡零一小仏道道国、埼玉郡零一新郷川又安倍の戸守る右五箇所の文、女ともには、ゴルス巨匠門を持って通る、諸国五石書,書書き付け、大島67の68ページ書集慶長15年、関東村方の武行、大河金兵衛が管理なった。官永19年には、安倍忠明になった。新号川又関書は、 利根川の水害を受けており、官方2年には、利根川満水により、関所が流され、官方3年10月18日新規建て替えできなかった。その後、文政6年には、松平忠行の支配となった。そして、明治2年に廃官となった。新郷川又関所の番子は、今橋元左衛門の、大藤太郎衛門、佐藤兵衛、石川関西門の世にであった。また、 お城上より、馬回り役二人足軽五人ずつカバン、出張されていた。佐藤家の遺書書によると、慶長十五年に川又関所人海番業を付けられた。他に番所があり、川役という巡礼役人がいて、関所の外の利根川の上下を警戒した。川役は、稲氏の管轄に属し、川筋は、上州大良郡赤岩村から、埼玉郡大越村までを支配した。 お師範には船奉行、船役東側に関する役人が置かれた。造法お名所図や、新編武蔵風土機構によると、関所には木戸二門、本場所、見張り番所があり、対岸には簡易な番所が設けられた。私森議定書佐藤家文書によると、上信号岩は、関所取締り、都線に関し、優越権を持っていた。現在、 シ号川又の考察状の写しが保存されている。その内容は以下の通りである。ただし、一この関所を通る矢から、番所の前にて、かさずきんを脱ぐべきこと。一乗物にて通る面々は、乗り物の戸を開くべし、ただし、女乗り物は番のやからさしずにて女に見せ、かつうのこと。一区下、門関集、諸大名三公の不死は、 前角よりそのさたか言うの間、普及改めの自然不信のギアラば、固め、格別寺。右箇所を守るこの馬物なりなお失達助見。状況3年4月ピブ行。考察上の管理は、忍ぶからの役人及び勘定書によって行われていた。石川家所蔵の覚え書帳によると、石書備え付けの道具が記録されている。それによると、幕、弓五丁。 鉄砲十丁、長江、熊手、筑房、さすまた、棒、桃明かり、漁師すずり箱、屏風、青漆がっぱ、浴衣、釣り、縄、手錠、大井松、ろうそく、みふね、水たまりを置け、水かご、はしご、薬、囚人入りおけろうや、囚人入りかごがあった。元那二年、おふれが企画補修制によると、家康の死後に、 関東河川の停線場に定めをきて書きが出された。江戸を出るに人と手追いの者は取り締まりを厳重にしていた。新悟川又関所は水上の往来を監視しており、佐藤家の関所資料には川又関所の通過許可を出願した文書があり、その中に、元禄十四年に稲橋の荷物に武具と、バグ入れを積んで、利根川を上野川橋か,から下尾佐桜に改装するため、 川又関所の通過を申し出ていたものがある。里市人荷物百四十一個川船いそ内五い、5かぶぐいり3個ぶ具入り一長持ち八さ内七い、7さおばり右は、稲葉単語上荷物にて、越後国高田より、下兎国桜へ、上州川わいが川船にて差しつかわし総郎、5関所総員なくお通しくださるべく、公以上元禄十四年未派月十八日稲葉、 単語書下来発った各多誘引又五石書、五番主中、佐藤家資料、大島218の219ページ書集。川又石書の取締りの本体は、他の石書同様に扶助の通過と鉄砲の検閲に、あった。石書の通行は厳重で日の出に開門し日没に、閉門し、夜中の通行は禁止した。石書通行はその理由を述べればよかったが、 夜中の通行は、観察の提示が必要であった。婦女、鉄砲携帯車等は手形を必要とした。入り鉄砲で女は、江戸に持ち込まれる鉄砲と、江戸を出る女を取り締まった。入り鉄砲は、江戸の治安の警備。で女は、江戸屋敷に、人質として置かれた大名の妻女が、両国に脱出するのを防止するためであったという。不正通過した者は、赤書破りの罪に問われ、 貼り付けの極刑となった、諸国五席所改め方の次第風来書には、川又席所の改めについて示されている。新語川又考察これあり安倍文語の神ただし、古来の五文言にて、宿札だけなおり申さず、高一女、善二、二、陸西外男女とも右の通り合い改め、ゴルス巨方昭文にて、愛同士総老湯ただし江戸へいる、公文は愛改めず公吉一鉄砲並びに、 兵具スー通り公設、ら改め候動ゆただし、鉄砲スー通り公設は、その主人の消紋、通称、記事は、過労消紋、ところかえ等にて愛同し公設、江戸にて、先だって案内これありそうらえば、あまたても、過労手形にて、愛同す兵具の儀も、あまた工事は、主人があるいは過労半型にて、愛同す。通称気分は手形に及ばず愛動す。 創手改め方の儀、関屋と同時に、御座公よし、創手度いる、公仏鉄砲は、正門にて通し切り公よし一夜中央間の、物通さず、ただし、御用にて愛道志向面々、または、祝次の飛脚は、夜中も、愛道志走路、ゆ、諸国御石所改め方の次第風来書、大島219の220ページ書集。神川の鉄は、 石宿の改め方と同様の改め方と同じであった。この石宿石書の改めについては、諸国五石書改め方の次第風来書に示されている。一鉄砲並びに、ブグスータの不死は、五老十五召門にて愛道志向よし、脅し鉄砲の儀は、石宿領主へ断りこれありそう来は、召門引き合わせ愛道すただし、持ち主企量の具足は召門に及ばず愛道す。 持ち筒は一丁にても、愛道さず公用し、諸国五石所改め方の次第風来所、大島214-215書集。新郷川又石所で、武器改めは重要な役目であった。川又石所氏明治2年には、石所が廃止された。新郷川又石所廃止後、跡地は、利根川改修により、家庭に位置する。新号川又席所の跡地近隣には、 川又関書士という石文が立っている。作内の縦札によると、川又関書の位置について、利根川沿岸に作られたものだが、河川改修のため番書跡も今は仮定になっていると記されている。川又関書跡は記念物として昭和36年9月1日に埼玉県の指定文化財となった。川又関書関係古文書及び関係用具一括は、 有形文化財として、昭和33年3月20日に、埼玉県指定文化財となった。その内容は、五条目、覚書、信号川又五石書日記、五石書お手形宿り記帳、印鑑届などの関係文書、制作、万死の武装衣、鉄砲、三つ、道具、手形などの関係道具である。注釈出典、ありがとうございます。